はい、こんにちは、とくりーです、えー。今日はですね、B ファーストが4枚目のシングルを出すということで、もう2周年なんですよね。まあ、はい、あの、僕はまあ B ファースト、僕、まあ、どのベスティーの人がするちょっと僕 B ファーストファンっていうには多分浅いんですけど、まあ、どちらかと,いうとスカイハイさんウォッチャーなんですけど、 2周年ですからね。まあ、あの、もう2年かって言いつつ、僕はあの、2年前は知らなかったんで、b ファーストを応援し出したのは1年半ぐらい前になるのかな。去年の、去年の1月ぐらいに教えてもらって見れ始めた。年末とかですかね。なんで、ちょっとすみません。2周年を皆さんとしみじみ祝う感じではないんですけれども、2周年記念で今度4枚目のシングルを出すって発表されたんですけど、そのタイトルはですね、 メインストリームっていう。まあ、まあ、あれですよね。その、スカイハイさんにしても、まあ、その、ビーファ r s t にしても、まあ、その、ネーミングがね、基本的にそのザ、ザファースト s t とか、Mission, m i s とか、まあザ、ザデビューとか、こう、まあ、タイトル、名はタイを表す字でいくアプローチを取るのが、まあ、BMSG 流のイメージはあるので、まあ、その、 延長ではあるんですけど、やっぱタイトルにメインストリームってつけるとすごいっすよね、この。まあ僕からするとなんか別にフィーファースト十分売れてるんだから、まあどっちかと,いうとメインストリーム側なんじゃないのと思ったりもするんですけど、まあ、これはね、多分やっぱり本当のメインストリーム、どっちかと,いうと自分たちが本流を生むんだぐらいの、まあ、覚悟というか思いが 詰まった言葉ですよね。楽曲自体は9月13日にリリースされるらしいですけども、楽曲がリリースされる前に、楽曲自体のドキュメンタリーを出すっていう。これまでも、それこそ,その b ファーストのオーディションである THEFIRST とか、マーゼルのオーディションであるミッションミッションとか、その、オーディションとか、まあ、その、レイコーさんがデビューするのにあたってのドキュメンタリーって、その、 人物グループ裏側ドキュメンタリーは結構もう普通になってきてる感じがあるんですけど、今回だからその第4弾シングルに対するドキュメンタリーなんですよね。そのメインストリームっていうタイトルに対してみんなどう考えるかとか。まあ今回だから、まあちょっと僕ね、その素人なんで恥ずかしいんですけど、BE:FIRST 4つしか曲出してないっけと思って、まあたくさんありますよね。だから4枚目のシングル、 シングルリリースされてる曲が四つ目となのかな。で、メンバー、ドキュメンタリーの話を聞いてると、まあ、言葉を選ばずに言うと、これまでの楽曲はまあ比較的、まあ、与えられた楽曲に近かったのが、今回はどうもメンバー7人が相当楽曲を作る過程にも関わって、まあ、お題はメインストリームと、これはだからスカイハイさんからのお題なのかな。 作っったた曲になってるみたいです、ね、まあ、思いがね、多分、目指してる世界が多分、相当上にあるっていう話だと思うんですよね。いわゆるこうメジャーデビューしてるアーティストの中では、まあ、そもそもこうデビューシングルからして1位取りまくってたんで、まあ、その時点で、 まあメインストリーム。まあ、だからそのメジャーデビューで成功した側の人たちになっているのは間違いないんですけど、まあ、日本の芸能界のメインストリームかとか、世界においてメインストリームかっていうと、当然まだまだだよねっていうのが、まあ、メンバーもスカイハイさんもやっぱ BMSG のビジョンとしてもあるんじゃなかろうかっていう。まあ、実際細かい話で言うと、シャイニングワンとかマイグッバイとか、 YouTube の MV の再生数だけで言っても、この2曲は3000万超えてるんですけど、やっぱ最近の曲とか、1000万台とかですからねま。まあなんか、あれですよね。TikTok で5億再生とかね。なんからあの、曲によっては多分、ブンブンバックとか多分、狙ってる場ラ多分違うからそっちで伸びてるみたいなのは当然あるんですけど、デビューが凄まじく鮮烈だっただけに、 多分そのままの勢いで目指したかった世界からすると、まだまだこれからですっていうのが多分今回のメインストリームっていうタイトルに込められてるのかなっていう感じですね。まあ今日は UB から IMP もデビューしてますし、いろいろね、この辺の,あの業界界隈はいろいろと K-POP も盛り上がってますし、ハイブもね日本に出てきますし、 いろいろ業界全体盛り上がりそうな感じもあるし、まあじゃあその中で、まあメインストリームっていうね、言葉はその別にあの、勝ち負けで選んでるわけじゃないと思いますけど、その業界の中心をちゃんと自分たちが担うんだっていう、かなりの思いが持っている感じの、まあ、曲のタイトルがメインストリームですからね、ちょっと楽しみだなと思いつつ、はい、ご紹介です。まあ、この辺が、あの、 まあどれぐらいいろんな世代にちょっと広がっているのか、なというのはちょっと調べてみたいなと思っております。えー、皆さんもこんな話してますよというのがありましたら、ぜひコメントやツイートで教えていただけると幸いです。お待たせいたします。